僕的になんですけど、もうかなりポジティブな結果ですね。僕ですね、12問中の1問だけだったんですよ、正解率。もう4ヶ月越しにね、やっとこいつが届きました。では早速行ってみたいと思います。はい、ということでですね、今回はついに TOEIC の結果が届いたということで、今回はそのスコアを発表できたらなと思います。まず1つ目ですね、まあ、TOEIC とは何かっていうことと、で2つ目に、まあ、僕のスコアの予想、何をしてきたかとか、そういうのを話せたらいいなと思ってます。で3つ目に、やっとまあ結果発表ということで発表して、で最後にまあその結果をね見て、それを通してまあ分析というか、何が足りなかったとか、何をした方が良かったとか、まあどこが弱い、どこができてたっていうのをまあ分析できたらなと思います。まずはじめに、じゃあ TOEIC とは何かっていうところなんですけど、 TOEIC っていうのはリーディングパートとあとリスニングパートの2つのパートで構成されてて、パートが1から7まで分かれてるんですけど、1から4までがリスニングで、5から7までがリーディング。リスニングが45分で、リーディングが75分で、リスニングで100問、リーディングで100問で、両方とも495点ずつで、トータル990点のテストになってます。スピーキングはないです。ちょっとだいぶ雑な説明になっちゃったんですけど、まあ、TOEIC はまあこんな感じのテストです。はい、でまあ僕のスコアの予想なんですけど、まあ、大体多分500から600の間ですね。調子良くて600ちょいいってんじゃないかなっていうのは思います。でそれもなぜかと言いますと、カナダに来てからですね、ずっと文法をやってまして、まあ、ずっとこのテキストだいぶボロボロになっちゃったんですけど、こいつをずっとやってきました。で TOEIC の問題っていうのを僕は見たことなかったんですよ、受ける2週間前まで。一度も見たことなくて、まあなんていうんですか、どんな感じかも分かんないまま、まあ大体文法入ったし、まあいけるっしょみたいな感じだったんですよ。もう超難しかったです。はい、ということで、ね、まあ、ちょっと前置きがだいぶ長くなっちゃったんですけど、ついにこいつが届いたんで、 TOEIC 開封していきたいと思います。いや長かったっすよ、僕これ3月ですからね、受けたので、これ僕受け取ったの7月なんで、いや4ヶ月待ちました。まだ開けてませんこいつは。では開けていきます。ちなみにこれ僕人生初めての TOEIC なんで、これがね、まあベースの点数になるわけですよ、僕の。おそらくね、この動画の題名は第1回 TOEIC のスコア発表みたいになるんです。第1回ということは、まあ第2回、第3回になる。では早速行ってみたいと思います。ドン、なんすかこれ。おー、おー、なるほどね。 Hey! What happened? はい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 、ちょっと僕からで申し訳ないんですけど、まあなんというか予想通りすぎるというか、という結果になってしまいました。これどうすか、逆になってんすかね。 You suck! はい、ということで565、リスニングが320で、リーディングが245なんすかね。まあまあまあ思った通りというか、はい、じゃあちょっとね見ていきたいと思います。なんかこういうまあ症状みたいなのもらえるらしいですね。まあ565、まあ、大してそんなすごい点数でもないんですけど、まあ、僕としては大健闘ですね。まずこの565っていう点数を見て、それもなぜなら僕来た時って本当に今 B 同士から英語を始めたんですよ。でね、カナダ来て2ヶ月ぐらい経って、その時にまあカナダのそのエージェントさんのところで無料のその TOEIC のセミナーみたいなのあったんですよ。そこでね、まあサンプルの問題集みたいなのがあって、でまあ12問ぐらい少なかったんですよね。僕その12問中の1問だけだったんですよ、正解率が。まあ一番イージーだった問題なんですけど、それ以外がもう皆無だったんで、なんて書いてあるか分かんないし、もう文法なんてもう話にならなかった。その時から今思えば、まあ、僕の中ではいい方なんじゃないですかね。で、まあ、このね565がどれくらいなのかっていうのを、まあ、ちょっと調べてみたところ、まあ、日常のね簡単な会話ができ、まあ、シンプルな短文であればまあ問題なく読めると。でも、まあ、長い文章とかになってくると、まあ、理解が困難になってくるということだそうです。という結果になりました。でも点数としては565なんですけど、まあ、その時間内、もうリーディングだったら75分決まってるじゃないですか。その75分のうちだと確かに55から65しか取れなかったんですけど、何回かその時間なしでやってみたんですよね。制限なしでやってみると、まあ、70から80とか調子よくて80とか取れるのがあったんですよ。おそらく皆さん500越す人って多分時間かければ解けると思うんですよ。おそらく80問ぐらい取れると思うんですよ。だからあとはもう時間との勝負っていうところがあると思うんですよね。
で、まあ、時間をかければ70も80もできたっていうことが僕の中で結構でかくて、まあ、問題解けるポテンシャルはあると。ただじゃあ何がダメだったかっていうところなんですけど、まあ、ここから僕のその、まあ、この結果を見て、まあ、軽い分析というか反省っていうところになってくるんですけど、まあ、リスニングに関してなんですけど、まあ、2、3回しかやってないにもかかわらず、まあ、65ぐらい取れてるっていうのは、まあ、だいぶ、まあ、僕の中では調子いいですね。はい、前半って結構イージーなんですよ、おそらくやってた感じ。後半がもうどんどんなんていうんですかね、一回聞き逃したら終わりって感じなんですよね。もう気抜いてなんかふって他のこと考えたら終わりなんですよ。もうそれをなんか真剣にやっぱちょっと聞くっていう、あとまあ全体像をつかむとか、ちょっとここのリスニングはですね、一回TOEICのコツっていうのを一回調べて、そこからやっていきたいってことですね。そのまあ問題の形式とかパターンもやっぱいっぱいあるらしいんで、そういっていうのを勉強すればおそらくまあ7割8割は取れるんじゃないかなっていうところだとは思います、リスニングに関しては。でまあ次リーディングなんですけど、リーディングがね今回ひどかったです。はい、練習の時はだいたい50パーって言ってたんですけど、今回なんと49パーっていう半分以下ですね。いやーなんすかね。はい、まあちょっと残念ですけど、でもこれに関しても別にポジティブです。まあさっきも言ったんですけど、僕このTOEICのスコアが最後じゃないんで、別にもうどんどんこれもね多分シリーズ化して、多分800点ぐらいまで行くまではやろうかなって思ってるんで、どんどんねそのスコア上げていく挑戦っていうのをしていきたいと思ってるんで、まあその過程もねぜひ楽しみにしてくれたらいいなと思ってます。はい、ということで、まあ、リーディングなんですけど、これに関してはですね、前半のパート5とかって結構基本的なグラマーができればできるんですよ。で多分僕そこはできてたと思うんですよね。問題はリーディングなんですよ。まあテストの時間が75分なんですけど、僕今回のこのテストの時100問あるんですけど、65問の時に残りあと10分とかあったんですよ。いや35問あるんやないかいと。で35問もう残り10分でもうどうしようもないじゃないですか。まあ、65問までは僕しっかりやったわけじゃないですか。のうちの、まあ、大体半分も50問以上、まあ、当たってるってことじゃないですか。このスコア的に次スコア上げるために何をしなきゃいけないかって言ったら、もうあとは簡単っすよね。もう単語と速読ですね。もう時間かければ多分誰でもできちゃうんですよこれは。基本的なグラマーとか入ってれば、基礎的な文法とかなんていうのはもうできて当たり前の世界で、それを使っていかにも実践的なことをするかっていうテストなんですよ。まとめるとリスニングに関してはですね、まずまあTOEICの傾向とか問題の出方っていうのをしっかり調べて、もうなんすかね、もう聞きまくる。リーディングに関しては多分僕グラマーはね、おそらくもう今から勉強しないわけじゃないですけど、そこまでそんな比重を置かなくてもいいかなとはだいぶ思います。そうですね、まあ、次点を上げるために僕がまずリーディングしなきゃいけないことっていうのは、まず長文を素早く読めるようになる、もう頭からちゃんとね英語を理解できるようになるとか、あとシンプルに単語ですね。確かに本当に難しい単語多くて、単語が理解できないと話の内容つかめない時って多いんですよ。こういうのまず単語とあと長文を早く理解すること。そうですね、この2つをしっかりやれば多分次はまた650とかはいけるんじゃないかなっていうのをすごい思います。はい、ということで、まあ、今回の結果はね、まあ、565っていう点数で、まあ、そんな高くもなくそんなバカ低いわけでもなくって、ほんとすごい、まあ、中間ぐらいの感じだったんですけど、僕のねその弱いところと、まあ、僕のちゃんとできるところっていうのがはっきり見えたんで、そういった意味ではすごいいい結果になったんじゃないかなと思います。はい、なんでね、まあ、だいぶ次につながる結果だったんじゃないかなと。まあ、今回の点数はこうだったんですけど、まあ、何回も言ってるんですけど、はい、まあ、これが最後じゃないんで、まあ、まずは700点とか800点目指していきたいと思います。まあ、そこまでいったら多分ね次900とかどんどん上がっていくと思うんですけど、まあ、上がる分には、ね、全然いいことなんで、はい、TOEICシリーズっていう感じで、まあ、なんていうんですかね、その565が今基準ですよね。565スタートの、まあ、どこまで点数を上げれるかっていうのをちょっとやっていきたいと思ってるんで、ぜひその辺もね楽しみにしてくれたらなと思います。はい、まあね、まあいるかどうかわかんないですけど、まあ、見てくれてる人もね、やっぱ TOEIC とか頑張ってる人いると思うんですよ、おそらく。なんで、まあ、ぜひね、そのまあ皆さんのお力を借りるというか、こうコツとかアドバイスがあったら、ぜひなんかまあ教えてくれたらすごいありがたいです。こうしたらいいとか、まあ、こうしたら点数上がるとか、こうするとあのパートちょっと楽になるよとかあったら、ぜひ教えてほしいです。はい、っていう感じでね、まあ、僕もね、まあ、大したもんじゃないですけど、まあ、なんかそのアドバイスできれば、まあ、こんなんでアドバイスもクソもないんですけど、まあ、お互いねこう応援し合えたらすごいいい関係ができるんじゃないかなって思ってるんで、まあ、ぜひよろしくお願いします。まあ、お互いに頑張りましょうということで、はい、ということで僕の、まあ、第1回TOEICスコア発表はここまでにしたいと
思います、まあ、この動画がいいなと思ったら、まあ、サムズアップ、あとサブスクライブ等々お願いします。あとね、ツイッターの方もやってるんで、ぜひ興味あることはチェックしてください。それではね、これからもまた気合い入れてやっていきましょう。ではまた次の動画で。でちょっと今回ですね、初めてちょっとドッキリしてみたいなと思いまして、はい、This is Jay, あと今回の主役デン・ワサビ、リトクステイ。うおー、マジ俺こんなんずっと食ってないよ。